みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。あ、突然始まった。今年も残すところあと194日となりました。みなみです。マイアミではありません。いましたっけ。最近なんか痩せたって言われるんですけど、本当に本当に逆で、まあね、時期的な問題もあるんだけど、わかんない。もうそろそろ戻っていい頃なんだけど、まあでも見事に1キロ太りまして、あ、ゴミいい感じなの。ちょっとシュンってしてます。でもどうなんだろうね。なんかこうわからない。なんかその、まあ、昨日もずっと食べ話してるよね、私。なんかそのなんだっけ、あのバランス、今の体重が一番いいのかもしれない、もしかしたら。前は痩せすぎだったから太れてるだけマシなのかなと思うようにはしてるんですけど、漢方がね、本当に苦手なんですよ。得意は知れないと思うんだけど。なんとか元気に過ごしていきましょう。むくんでんのもあんだろうな、多分。むしてたらいかちいかな。ちょっとピシッシッ、これ綺麗だよね。黒じゃないんですよ。なんか今頭がすごい回転してる時期で、そういう時ってもう寝れないんですよ。全然眠れなくて、で寝なきゃ寝なきゃって思うともっと寝れなくなってきてっていうことをいつも繰り返すんですけど、多分ね、そういうのがあって夜多分うまく消化できてないんだと思うね、体が。どういうことなんだろうな、どういうことだよって話だけどね。あ、でもちょうどいいぐらいになれたらいいね。でもこれ以上増えるためにやっぱ体重くなってくるから嫌なんですよ。だからまあこれ以上っていうか、まあ食べてるもの同じだから、多分これ以上増えることないんだよね、おそらく。普通に考えたら、恐ろしい時代ですよ。テレビでお茶の間で戦争が見えちゃって、
なんかその今歌いたい歌があるんですけど、言いましたっけ、この話。フランス語なんですよ。もともとシャンソンの歌で、すっげえ難しいんですけど、まずフランス語が発音できないんですよね。で、こう一生懸命ルビ振って、ルビ振ったところで発音できないんですけど、だいぶ法則が分かったんですけど、それでね、すごい表現があって、まあ恋愛の歌なんですけど、こう私の血をお前のボディの中に入れてやりたいみたいな。それはまるで鳥が死ぬようにみたいな表現があって、改めてすげえ歌だなと思って。で、一番面白かったのが、私多分にこのね、べちゃべちゃな日本人が聞いた普通語みたいな感じなんですけど、最後の方でいろいろ、もう要するに言うでしょ、もう私はあんたに狂っててみたいな、こんなになっちまってみたいな感じなんですけど、こんなになっちまってとは言ってないよ、ちまって。ね、最後に「Do you hear?」っていう意味のことを言うんですよ。聞いてんの?みたいな。その言い方がね、何回聞いてもトントンって聞こえるんですよ。トントンみたいな感じで聞こえて、トントンララーみたいな感じなんですけど、そう、トントンがすごいツボっちゃって、昨日で、たびたびそのね、トントンみたいなのが出てくるんですよ。いい表現だなと思って。機器として昨日聞いてましたけど、もいろんなことをこう吸収していこうとするのはいいことですよね、と思っております。やっぱりね、新しいことをどんどん自分の中に入れてって、こうこれかなこれかなって頭を働かせてるというのは、私はいいことなんじゃないかなって。頭が働くと心でも感じるじゃないですか。それはすごいいいことだと思います。いいことっつうか楽しいよね、単純に。なって思いながら暮らしてます。脚本もね、だいぶもうキャラクターの設定とかはもうバチバチにできたんですけど、なんかコメディになりますとか言ってたくせに、なんか割と重めの話になってきちゃって。お話を書く人とか脚本を書かれる方はよくご存知だと思うんですけど、やっぱ自分にこびりついたものしか書けないんですよね。しかもなんか自分がさ、キャラクターに言わしてるとか思うじゃん。違うんだよ、キャラクター勝手に喋るんだよ。だからもちろんこのセリフを言ってほしいとかね、あるんだけど、勝手に言うんだよ、キャラクターが。っていうことをお伝えしておきます。そしてそれはね、役者さんに背負わせるんだって聞いたんだけど、そうだなって思います。私も背負ってくれってお願いして背負ってもらう。私は自分がまだ演じる側にいるので、自分も背負うしみたいな話なんだよね、多分。そう考えるとヴィンセント・ギャラもそうだよね。やっぱヴィンセント・ギャラすごいよね。あんだけのものを取っといて、自分がもう主人公だもんね。
うことをなんかねふと思います。黒髪いい感じでしょ。昨日ちょっとアダムスファミリーみたいだったけど、今日はなんかちょっと砕けましたね。というわけで、皆さんも良き一日をお過ごしください。じゃあ